バスはアメリカ海軍の潜水艦。バラクーダ級潜水艦の2番艦。魚のバスから命名された。この名を持つ艦としては2隻目。当初の艦名は K-2 であった。K-2 は年月日にカリフォルニア州バレーホノメア,アイランド海軍造船所で寄港した。1951年5月2日にジョン・ジェイク・クレイン夫人によって命名浸水し、 1952年11月16日に、艦長 D バンティング少佐の指揮下収益する。K-2 は1952年5月23日に、新珠湾に到着し、第72潜水船体に合流する。新型潜水艦として、K、K-2 はその能力と限界を評価するための実験活動に従事した。1953年1月に、 新樹湾海軍基地で信頼性確認作業と新型装備の装着を受ける。九百五十三年六月に K-2 は作戦活動を再開し、続く十三ヶ月にわたって艦隊の他の部隊とともに戦術開発、統合作戦に従事した。九百五十四年一月、K-2 はオーバーホールのためメアイランド海軍造船所入りし、作業完了後は、 メキシコのマサトランへ巡行した後、新珠湾に戻る。K-2 は1955年12月15日にバスと改名された。バスは1957年6月まで新珠湾を拠点として活動した。1957年6月26日にバスは本国へ帰還し、西海岸沿いで活動した後1957年10月1日に予備役となる。 1959年8月15日に SS-551 に監種変更される。バスは1965年に除籍された。ありがとうございます。